ラ、あ、カラクリどこだ。お、お、おお、俺のカラクリどこあんだ。場所確認すればよかったな。バルブレーム意外と開いてますか、これ。開いてんじゃん。開いてました。ただね、バルブレーブは年末に全録やってんのよ、サスケが来た時に、うん、はい、おはようございます、しんのすけでございます。2024年2発目のしんのすけチャンネル収録、日付が1月の9日成人の日となっております。3連休の最終日ですね。だからお正月休みの最終日でもあるっていう。お邪魔してるのがスーパーコンコルド1の浜松市東区は1にありますね、スーパー大型店でございます。入場抽選650人でした。私引いた番号523番と523、ボートで言えば相当ね配当がつきそうな感じなんですけれども、パチスロで523だとなかなか何を打てるのかって感じだったんですけど、バルブレイブ取れましたんで、タイトル踊ってる通りバルバカをおすすめしていきたいと思います。とはいえですね、やっぱ僕来るときコンコルドさんは割と僕の指揮所に寄せてくれる傾向が高く、やっぱ番長ゼロ、からくりサーカス、それぞれ40台ぐらいあるんですけど、ここがまず最初埋まったみたいです。で、なんせ人が多いとなるとバルブレイブこれ一発目で決めていかないとなかなか苦しい一日になるんじゃないかなというところでね、まあやれゃいいんすよということでよろしくお願いします。それでは2024年辰年最初のバルブレイブ参りたいと思います。ここ半年はカラクリが出たおかげでだいぶバルブレイブ打つ頻度減りましたね。減ったとはいえ困った時はまあまあ助けられてますけれども、でここスーパーコンコルド一野のバルブレイブですけど、たまにこれだけの台数30台以上あるんですけれども、全力やると、で年末2023年12月の26か7かな、大掛かりなリニューアルかましまして、3日目、だから12月28日とかかな、全力をやったっていうね、本日日付が1月9日ですから、全力やってから10日、そろそろまたとはいえ多分今日やるとしたらからくりサーカスと番長ゼロなんですよ。出してこの台6がいいな。よし来たぜ。ここはもういい加減刺さってくんねえとな。さあどうだ、ここを抜けちゃうとちょっとまあまあ暗くなるよね、600ゾーン。あー、うん、一応1ゲーム遅れてはいるが B0 って、やばい、これはまずいかもしれませんよ、お母さん。あー、前兆認識してからずっと注目してた30ゲーム間リプレイ引いてないんですよ。
まあ、今の冷却がリプレイではあるんですけど、ほれほれ、じゃあ仮にリプレイが7分の1としたら14分の1引けばいいっていう話でしょう。やっ、ああ、ああ、さあ彼これ200円は追加引いてないんでスターになるんだから、さあどうだ、よし。でこれちょっと危ないんだけど、これ危ないんだけど、あの危ないんだけどね、前のゲームでリプレイ引いてて、あれが V 揃いリプレイだった場合はセーフなわけよ、うん、だけどそうじゃなかった場合はこれは大ピンチです。247ゲーム、よし、総投資28,000円、死の子の言わず行きましょう。ナイス、これ引きすぎやわ。いやリプレイ引きすぎだって、全然足んない。あと5回だろ、あー無理だって、あ無理やって、全然足んなかった。チャンスアップは2回出た、あーダメくせ。いやー地獄ですわ。これちょっと地獄のままご飯食べ行こうか。おもむろに今レバー叩いたら100ゲーム。でもって今いくらだっけ？今3万円？お、5からだ。5からは熱いっす。お、5だまた。ビッグビッグビーストハイ。どうやらこれはチャンスゾーンだな。飛ばしました。はい、実質372ゲーム、都合31,000円。必ずこの戦いを終わらせる。
愛してる、サンキュー。1パーだっけ、一応サムネ用に。これで20セットぐらい継続させて10セット時のリーゼ、ビーストハイ出なくて、で腹切りもなくて2000枚取ってやめっていうのが一番セクシーだよね。スーパーコンコルド一野の脇にあるとんかつ屋さんが秀逸、コスパ最強、味最強、居心地最強、完全に流れ変わりました。はい、はい、結構時間かかったけど、ご飯40分ぐらい行ってたから今ちょうど12時。甘くないんだよな、一発引いてるからさ、もう一発来るだけで一気に爆上がりするんですけどね、テンション、
とはいえ角台ホットスポットをぶち込んできたがスーパーコンコルド1の、お母さん、入場抽選523、船券にしても523、これはつくぞ。相当ですよ。あっち、次来たらやばいよね。ねえ、まあ来ねえだろ。さすが革命分岐狙いだな、レバー的には。マジで？キーの3なんだが、マジで？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 ちょ待って、こんなこと俺生まれて初めてなんだけど。いやいやあるけど、こんな序盤の9の3はマジ初めて。こんな最初の超革命っていうか、超革命に入る前から腹切りまくりなんていうのは生まれて人生初です。はい、50年の生涯の中で初めてですわ。さあ10セット。だよねだよね。ドキドキした、本当にドキドキしたわ。これでビーストハイポン来たらハイって感じだけど、そんな甘くないと思うんだよね。お前何で50ばっかなんだよ。お前なん、ま、うん、幸せ。11の4なんだけど、もうなんか俺のことを見る目が痛いんだけど。まあまあ後ろの島の人振り返ってくるんだけど、やだ怖い。あっちの人も見てる、やだ怖い。結構第2からだったね。ワンチャンあるぜ。意外とあっさりいったね。なんか今日来てる、ひょっとして俺来てる、告白するね。江戸川ボート3日間で100以上行かれてて、
今年厳しいなって思ってた1月の8日なんですよ、1週間なんですよ。今日来てる、今年来てる。俺の引きだ、俺の引き。一応綺麗に枚数計算した時の2400足す使った枚数超えますね。はいね、まあ、有利区間がどこで切られるかどうかなんていうのはもう知ったこっちゃないんですけども、公表されてないんで、まあ、本来あるべき 6.5 号機スマートパチスロの姿であれば、あ、ここの辺で切れるはずなんですけども、まあ、あ、惜しいな。設置としては、あ、結局区間ごとに腹切りの発生率に差があってみたいな、で1回切ると発生率が高いところに行きやすかったり行きにくかったり、だから設定値でも急に腹切りしまくるなんていう挙動がね。ただこれ20セット目なんで、さあ今年一のクラッシュだ。あっ、やっぱ引きじゃね、もう俺の引きじゃね、もしくは腹切り区間継続みたいな。あっ、危ない。だな、どうやら俺の引きだな。いや、連続してないじゃん、うん、6回引いてはいるけど、やってはいるけど、腹切り腹切りってやったことがないんで、いや、これ30セットまで続かせたいですよね。でそこでもビーストハイリーゼロってシゴロ六角出ないようであれば僕の引きだと判断します。おどうだ、これ多分有効だと思うんだよね、タイトル画面。あ、ダメくさい。あ、ダメだ、あーダメだ、
ああ大丈夫だった。はい、すごいね。はい、5000枚突破。俺の引きだ、俺の引きだ。多いね。これ引きだわ、これ引きだよ、さすがにね引き。ゴーとした。久しぶり。4ぐらいはありそうだな、うん、これで一応もう一発2400枚取ってるんで、これで31の7。いやーすごいね。12時に帰ってきて1時間後に6000枚オーバー。連続、いや連続はしないんですよ。32の7。狙いどう。問題は弱者でもっこりして、いやーした。信じていいんすか。33の8、だいたい 25% 信じていいんすか。はい、あるのか、やっぱりあんのか。おい、50ばっかだな。10回引いて6回50、4回100。あるな、もうあるわ、ある、さすがにある。38の11。
いやもうこれはさすがにあるわ。俺が確定画面出せてないだけだ。仕事してます。今日チャンスめ。お誰だ。お、ちょっと、ああ出ないよ。やっぱ引きな気がしてしょうがないわ。やっぱ4の0はさすがに引きだろう。まあいずれにせよバルブレイブ最高ってことでいいんじゃないですか。派手なんだけど、これにて41分の10ですね。さあ皆さんこの台あると思います。どうです。僕はね、まあいろいろ言われようが何しようが多分ないです。この台僕の腹切りが強かったっていう。さあどうだ。はい、ダメ。はい、ということでね、41セット継続して腹切りが10回。すごくそこだけ見るとありそうなんですけど、僕10セット置きの確定画面は4ごろあれば3分の1は出る。4の0なんですよね。出てないんですよ。であと周りの状況を見てもその腹切り一番してたの俺の台なんですよね。まあ予想設定としてはないっていう判断でここで8000枚持ってやめたいと思います。だから気持ちよく終わりたいと。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。2024年一発目のバルバカだったんでございますけども、大勝利ですね。はい、投資が31,000円だから1400枚ちょっとで、流した枚数が8150枚ということでございまして、6000枚オーバーの大勝利と3枚数でもね。だからすごい強いっすね。この店が僕相性いいのか、その前打った12月9日のからくりも島で一番出てましたし、でからくりで初めてまんまやったのもこの店だったんですよね。だ来るたんびにまあまあいい思いしてるんで、とはいえ僕の体感した予想設定はちょっと下かなっていう。腹切りは41分の10でしてたんですけど、どうなんすか。10セット20セット30セット40セットで出るねビーストハイはあれは出やすいって俺思ってるんですよ。10台オール4みたいなお店も行ったことあるんですけど、ほぼ10セット20セット継続すりゃまあ出るんですよね。4回見て1回も出ないはね、ちょっとね、要は
出ないっていうより出れないんだよね、ないからっていう判断の方があれかな。でまだ時間早いんでちょっと未練打ちで輪郭1時間ぐらい回そうかなとは思ってるんですけど、カメラはここまでですね。はい、バルバカ今年もやりますんで、今年の夢はもう設定6確定画面を出すで、あとコンプリートする、この2つ2大巨頭でいきたいと思います。はい、でコンコルド1のですけど、今日ちょっと番長ゼロが弱い感じですよね。出てる台が2台ぐらいしかなくって、なんだったら空き台あるような状態。逆に鏡の方がちゃんと2000枚以上、10台中5、6台は今の時間でついてるんで安定してんのかな、うん、でからくり20台15台かな20台かな15台か20台なんですけど、多分全でいいと思いますね。誰一人やめてない。まあ正月の最後の日なんでね、全国的に見たら厳しい、明日が寝台入れ替えですしねっていう中では頑張ってくれてるのかなって思いました。はい、終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。